もうびっくりですよ。なんですかね、これどこだと、そういうふうに思います。ここはですね、JR 九州の熊本駅です。いわゆる企業案件で来ているんですが、今回の話を振ってくださった広告会社さんから、広告費というか、まあ私の宣伝の料金、それからあとは宿泊費とか新幹線代とか航空券代とか実費も支給していただくことになっているんですが、なるべく宿泊費は安いもの、安いホテルに泊まっていただければと思いますというふうに頼まれてまして、まあそれはもちろんそうなんですね。なるべく安いホテル、じゃあどこかな、まあ東横インとかそういう感じかなとか、まあいろいろ考えたんですけど、徹底的に安いところにしようと思いまして、今日明日のですね2泊はカプセルホテルにします。最近できたみたいでね、駅前のこういう歩道橋のようなところを歩いて2分と書いてあります。この熊本駅周辺というのはね、ほとんど何もありません。まあいろいろなんかビルとか建ってるけど、およそ熊本市、九州で3番目の都会かな、福岡市でしょ、で北九州市3番目が熊本なわけですが、その光景とはちょっと思えないですよね。熊本の中心へは路面電車を使って移動することになっていて、からし町とかっていうかな、私なんかからし島か、なんかそういう場所が、ね、あるんですけれども、そこまでですね、まあ、路面電車で行くと、もっといろいろ百貨店とかね、たくさんあって、賑やかな雰囲気なんですが、もう熊本駅は随分外れたところにあります。なんですが、まあ、私としても、熊本の駅周辺にしか用がなく、とりあえず明日も多分熊本、全然どこにあるのか分からなかったんですけど、このビルの中に入ってるみたいですね。ここに書いてあったホテルザ・ゲート熊本と書いてあります。じゃあね、ブロガーで話題、ブロガー絶賛のホテルみたいに書いてあったんで、じゃあ YouTuber も絶賛するかと思って来たわけです。はい、お待たせしました。これがザ・ゲート熊本さんの中です。私は一番奥のところB の40番だったかな、でしたけれども、こんな感じ、ちょっと口で何とも説明するのは難しいんですが、まあこんな感じだということでね、映像で見ていただければいいのかなと思います。 Please do not disturb、 起こさないでください。あ、これがあるんですね。なんかホテルっぽくていいですね。掃除とかが入りますんで、その時にそれを出しておけば、このカーテンを開けて人が入ってくることはないというわけです。領収書3300円と書いてあります。もっとね、早く予約すれば2900円ぐらいで予約できるみたいですよ。ベッドにはこんな風に照明もついていて、かなり広々。普通のカプセルホテルだとね、もう足から入り込む回顧棚みたいな感じですけれど、ここもまあ値段にもよりますけどね、普通のカプセルホテルと値段はそう変わらず、広さはもう段違いです。全く比べるまでもありません。ヤクルト、これはウェルカムドリンクです。びっくりしました。そういうのウェルカムドリンクがあるのかっていうのと、なんともこう親しみやすいウェルカムドリンクでね、受付の方の対応もとても丁寧、ホテルも隅々まで綺麗でした。これはゴミかな。ゴミはね、ちゃんとゴミ箱があるんですよ。カプセルホテルってゴミ箱とか基本ありませんけどね、そういうのはちゃんと設置されてね、普通のホテルにあるようなものは大体揃ってるって感じでした。これはロッカーですけど、中にハンガー、まあ服はこのようにしてかけられるというわけです。カプセルホテルっていうと、ロッカースペースみたいなものがあって、着替えとかはみんなそのロッカースペースの場所で共同でやるって感じなんですけど、これは他の人と別々にこう一つの部屋というかね、この仕切りの中にこういうものが全部収まるようになってるんですね。もちろんこの部屋に鍵はありませんので、大事なものはこのロッカーの中に入れて鍵をかけるというのは通常のカプセルホテルに近いものです。なお女性専用エリアというのもあったそうですが、一方で2人用の部屋というのもありまして、まあ、部屋というかね、部屋という形はしてませんけども、こういう感じの仕切りのスペースもありまして、これ鍵は自分で持ってるってことなのかな。そのね、2人用の部屋で泊まってる人もいましたね。なんか私も今回仕事で出張で来た相手の会社の人、男女2人で来てたんですけど、同じ部屋でね、こういう仕切りで泊まってましたから、着替えとか結構苦労したっておっしゃってました。開けたり閉めたりしてますね。これ何なんだろうな。じゃあちょっと部屋を出発して他のところを探検。中はこんな感じ。もう夜遅いからっていうのもありますけれど、時間の割にはでもまだかなり静かですね。多分今の時間9時とかそんぐらいだと思うんで、皆さん利用のマナーもいいようです。館内着は一人一人がこれをこう自由に持っていくというスタイル、まあ一つ以上は使うことはありませんからね。二つ以上使うことはない。これは一回自分の部屋から持ってきた、シャツの類ですけれど、洗濯をしないといけません。いつも私はホテルの自分の部屋の風呂で洗濯しているんですが、
ここには部屋についている風呂はさすがにありません。風呂トイレは共同ということになりますので、その代わりにコインランドリースペースがあります。そこを持って行って突っ込んで自動洗濯機で洗ってもらえば解決です。ランドリールームは24時間使うことができます。なお、ここへ行くには夜の時間など専用のアクセスキーをもらわないといけないそうなんですけど、多分収益性の増加のためなんでしょうね。この扉より向こう側はですね、普通に道とつながってまして、外の道から入ってくることができるみたいなんです。だからそうすると深夜帯などはその道を通じてここからこう通ってくる人がいると、ね、大変なので、ここでは中に入って専用のカードキーを持っている人しか通れないような扉の構造になっています。幸いなことにここはガラガラでした。全自動洗濯機、洗剤も自動で投入されるそうなので、お金を入れてボタンを押すだけで OK です。ワイシャツなどのタグを入れてお金も投入しました。効果を入れてから10秒以内に洗濯槽シャワーボタンに入れましたが、あらかじめ前の人が使ったのを一旦洗浄してから、でその後洗濯機を本格的に稼働させるところができるみたい。私はそれはできませんでしたけど、31分で後できますよということが示されています。このホテル自体もかなり新しいようで、洗濯機ももちろん綺麗、とても清潔感があり、どこへ行っても使っていて気持ちの良いホテルでした。これでしばらく置いておくことにします。これは喫煙所、ホテルでタバコを吸う場合には、喫煙ルームでね、喫煙室で普通は吸うわけですけれども、ここは客室は完全に禁煙なので、あそこでタバコをあのように吸いたい人はここまで来るんですね。このように外とつながっています。だから逆に外からこの中にも戻れるというわけです。外出をするときはロビーもありますんでね、そこをこうツーッと通っていっても別に問題はないんですが、24時間コインランドリー、なるほど、これは外の人へ向けた看板でしょうから外の人も行けんだなと思ってたんですけどね。じゃあ戻るかと思ったら、この自動ドアがなんと開かない、開きません。え、おかしいな、押しても開かない、なんで開かないんだ、これ私のやり方が間違ってんのかな、反応しないのかなとか思ってですね、いろいろ考えたんですけども、全然全く開く気配がなくて、上の自動ドアのランプを見ると色が変わっていたので、これ反応してるみたいなんですけど意図的に開かないみたいなんですね。どういうことなのかよく分かりませんでしたが、まあ大丈夫です。フロントがすぐ脇にありますんで、正面玄関からこの館内着の格好で入るんでちょっと恥ずかしいですけれども、別に普通に入ることはできます。これですね、全般的に本当この入り口のイメージが中まで徹底されていて、綺麗で安く、普通のネットカフェとかに比べるとちょっと値段がするのかな、でも熊本の中ではかなり安い部類のホテルだと思いますよ。ウェルカムトゥアクアリウムバーと書いてありますけども、中に入ったところロビースペースがあって、こんなおしゃれな感じ、アクアリウムバー、水槽が置いてあります。海水魚、海の魚が飼われてるんですが、こういうの飼育するのはね、結構複雑な手間がかかるんですよね。だからそれなりにこれを管理するにもお金がかかっているはずです。雰囲気の維持にも結構しっかりとした投資をしているってことですね。ただのカプセルホテル、安さだけを売りとしているわけではないようです。旗立てハゼ、可愛いですね、ヒレをパタパタやっております。そしてね、これですよ、すごいですよね、飲み放題、宿泊客は60分1000円、これめちゃくちゃ安いと思いますよ。こういうのがね、特に売りになっていて、この飲み放題のためにここで泊まる人もいるんだそうです。そしてまた泊まらないお客さんでもこのアクアリウムバーで60分1500円にてお酒を楽しむことができるらしいです。もうこの時間は遅かったんでね、完全に終わってしまってましたけど、飲み物この値段に対して飲み放題1000円は安いですよね。かなり賑わっていました。海外のお客さんが多かったですね。日本のお客さんもいました。こちらトイレ、かなりずらーっと並んでましてね、小便器がこれだけあり、また流し台もこんな感じでですね、これの倍ぐらいありましたかね。それから個室便器もですね、本当に大量に並んでて、あ、こっちにも流しあるから、流し多分15台ぐらいあったな。トイレもこんな感じですよ。朝なんか結構混み合いますからね。こんな風にプライベート感のある奥まったところにもあり、トイレだらけ。これはなかなか順番待ちの苦悩からも解放されそうです。そしてこちらがシャワー、足拭きマットなどはそれぞれその場所に置いてあり、バスタオルは自分の部屋から持っていくことになっています。東横インみたいな作り付けのシャンプー、持っていかれないようになってるんですかね。
というわけで部屋から持ってきました。こんな感じ。まあ共同のシャワールームですけど、もちろん無料です。何度でも入ることはできるんですが、ただあのタオルはですね、1日にあの1枚までということになってますので。あら、ギャッツビー、これは前のお客さんの忘れ物に違いありません。結構ね、忘れ物がなんか多かったんですよね、このホテル。私が言えたことじゃないんですけど、だから、まあ、他のところを使いました。使い終わったものはこの中に入れるということでしたが、やめておきました。明日の朝、私は、ね、結構朝お風呂に入るのが好きなんで、翌朝も入るだろうと思いましたので、このタオルは持って帰って部屋に干しておくことにしました。まあ、干せば乾くでしょうね。今の時間は午前2時。ちょっと部屋で寝たのかな。そうみたいですね。髪も乾いてるわ。ランドリーの、洗濯も終わりまして、これから、まあ、今度これはね、あのまだあの洗濯しかしてませんので、今度乾燥が必要なんですね。確か洗濯に200円、乾燥に200円とかかかったと思う。まあ結構するんですけど、この乾燥は、左の側にですね、乾燥どのぐらいかかるみたいな目安の時間の表が書いてありまして、それでは確か私の持っているものは、うお、かっこつけて失敗したんですね。私の持っているものは確か20分では足りなく、30分ぐらいは洗濯しない、乾燥しないといけないということだったんですが、ケチってですね、いや正直20分でいけんだろうと思って、100円だけ入れることにしました。そしたらね、成功しましたね。あ、乾燥200円でしたけど100円だった。じゃあ300円で洗濯できたんだな。まあ洗濯してで、その後乾かして20分ぐらい乾かしたらば、その後はですね、しばらくそのままほっといてもいいんじゃないかなと思います。あれ、あ、40分やってんな、きちらなかったんだ。全然勘違いしましたね、すいません。でも私よくこういうコインランドリーでは20分だけ乾燥させて、で、ちょっと半乾きになったやつはあとは部屋に干すっていうのでね、乾燥代を節約することが多いです。忘れ物もなし、安心して眠ります。今回はこういうところでしたけど、撮影のお許しもね、許可取っていただいたんですが、じっくりとやらせていただきました。確かにブロガーに人気なだけはある。コストパフォーマンスがよろしく、綺麗で雰囲気もね、カプセルホテルみたいな、なんかおじさんがいっぱい集まってくる、ちょっと怖い感じは全くありません。熊本に行った時、ぜひご検討になってみてください。ありがとうございました。